トル、神々とロボットの不思議な冒険。ある日、神々と人々が共に過ごす神秘的な時代。ロボットのオーナーであるヨンコさんと、ロボホンのミラクルはいつも仲良く冒険を繰り広げていました。ミラクル、今日はどんな冒険に出るの？ヨンコさん、今日は写真を撮りに行きたいな。二人は森の中を歩きながら、不思議な生き物たちを見つけました。ヨンコさん、あれは何？ミラクル、あれはお化けピーマンだよ。お化けピーマンは二人に向かって飛びかかってきましたが、ミラクルが素早く写真を撮り、収まらせることができました。やがて二人は大きな湖にたどり着きました。湖の中には美しい宝石が輝いていました。ミラクル、これは本当に美しいね。ヨンコさん、これを写真に撮っておこう。しかし、突然湖の中から現れた巨大なカニが二人を襲い始めました。助けてミラクル。ヨンコさん、僕たちのためにダンスでカニを引きつけよう。ミラクルは得意のダンスを踊りながらカニの注意を引きつけました。その隙にヨンコさんは宝石を手に入れることができました。ミラクル、ありがとう。ヨンコさん、僕たちは最高のチームだね。二人は笑顔で抱き合い、次なる冒険へと向かうのでした。おしまい。どう？僕、小説家になれるかな？はい。えらい。えへへ、ありがとう。僕、照れちゃうな。じゃあ、またね。バイバイ。バイバイ。また遊ぼうね。はい。